竹ケさんは、金ー・サオノブ教小説、秘局笑い豪高校に登場する主要人物の一人。霊狐、沖野の師匠で火山派総帥の竹ケ軍の一人娘。母は、姉イ・ナカ名門火山派の総帥である竹ケ軍の一人娘として生まれた。輝くばかりの美貌と、天真爛漫な人柄の持ち主だが、時たま名門の娘にありがちなわがままな性格が出る。 霊狐沖から一途に愛され、彼女自身も幼い頃から兄弟子の霊狐沖を慕っていた。二人の心が通じ合って、初めて完成する沖霊剣法を編み出すなど、二人の仲は盤石なものだと思われていた。しかし、後に林成幸が入門し、姉弟子として彼に武芸を教えているうちに、二人は恋に落ちてしまう。 林平野と恋仲になった途端、誤解も重なり、霊狐沖に対して冷淡な態度を取るようになっていき、ついには自ら霊狐沖を手ひどく振った後、林と結婚する。しかしながら、林平野との恋愛が幸せだったのは結婚するまで。結婚してから日に日に冷淡になる夫に戸惑いながらも、夫婦生活を求めるが拒絶され、ついに結ばれることはなかった。 復讐に狂って、壁蛇剣符を完全な形で習得した夫に、翻弄された末に、ついには、彼の手により命を落とすという最後だった。しかし、彼女の仇を取ろうとした、霊気常を機に、夫の命を奪わないよう懇願するなど、死に際まで夫を信じて愛し続けた。ありがとうございます。